皆様はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルの B です。本日は、こちらスニッパーズを一人でいつも通りやっていきたいと思います。こちらはですね、レトロピクセルですね。レトロピクセルのワールドのクリア 1,2,3,4,5 5個してある状態で、今こちらのニューって書いてあるこちらですね。こちらダイヤを狙えというのが鍵がかかってたところでオープンしたところになります。で、まずはこのダイヤをやる前に、私の性格的にこの3つをクリアしたいと思います。はい、まずはこれですね。金魚すくいいきます。どんな感じだろう。レッツカット。金魚すくいっていうからには、あ、なんとなくわかります。よいしょ。この緑と赤の魚を入れればいいのかな。向こうに入れる。スイッチ、よいしょ。あ、入れますね。やっぱりここは何なんだろう。関係ないのか。このピンクのところなんか動くのかなと思いました。あれ、でもこれ一回入ったらもう戻ってこれないのかな。こっちに行ける、行けるわけではない。スイッチ、これ押したら元に戻るとかですかね。よいしょ、斜めになって、あ、そういう感じ、そういう感じ、わかりました。そういう感じですね。あ、なんかでもいける気がする。っていうことは、一旦黄色くんに戻ってきていただいて、なんか捕まえてるぞ一匹え、これでいけるんじゃないですか。こう、もしかしてこうやって、ひょいひょい。ダメだ、やっぱりカットしないとダメだ。やっぱりいつもの形ですかね。大好きこの形。もうちょっとこうかな。この形があるとね、大抵何でもできるんですよ、とか言ってピンクに台になってもらわないといけなかった。これで、よいしょよいしょ、もう一回いっといで。ほ、そしてこの、お、もしや、もうこれいけるんじゃないの。反対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 、さがむ。これどうですか。いける気がする。ほら、スイッチ、よいしょよいしょよいしょ。ほーらね、いけたー。これで一回ピンクちゃんに降りてもらって、あの子がこっちに来るのを狙って、来ない。ほわ、かっこいい、コミリオこれでピンクちゃんに変わります。押して、間違えた間違えた、ピンクちゃんごめん。スイッチ、ひょっ、あ、わあ、ちょっと勢いよく行き過ぎました。じゃあスイッチしてピンクちゃんに戻って、よいしょ。これ3つともいけちゃう。いらないけど。ほっ、よいしょ。あ、ちょ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 、危ない危ない、ちょ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 、一人で一人で2つ動かしてると失敗しました。いけるはずなのに無駄なスイッチをしてしまった。よいしょ、降りてこーい。あ、降りてきた。ほっ、でこうしてしゃがむ、しゃがんだまんま、よし、スイッチ、よし。そしてここですくう、スイッチちょっと押す、どうだ。あ、いいですね、いけました、クリア。オッケー、進む、いい感じですね。では次はこれをいきたいと思います。もうちょっと今の時間かかるかなと思ったけど、いけました。さあ、これはどんな感じですかね。わあ、なんかネジ工場のやつですね。このネジ苦手なんですよね。ハートを入れる
右側に入れる感じですかね。ハートが4つ隠れてるから入れてねってことですかね。このネジを回すと動く。まずはいつもの形にしようかな。これいつもの形でダメだった気がするな。でもこれで回してみましょう。引っ掛けて、あ、反対反対だ。こうですね。これを動かさないと、あの人にハートを渡さないといけない。ちょっとピンクちゃんには、元に戻るのはこうか。これで戻ってもらって、ちょっとギザギザさせたいですね。これでいけるかな。回れ、回る、反対向きに。ピンクちゃんに助けてもらいましょう。ダメだな。もうちょっと回したい。回った。ダメだ。時間がかかりそうな予感しかしない。ここで黄色に登場していただく。下からすくい上げてもらおう。お、なんか開いた。上から落ちてきました。全然見てなかったし、右の女の人ばっかり見てました。さらに下からすくい上げる。ここでスイッチ。ピンクに頑張ってもらう。なんか一個いけた。そしてスイッチ。さらに黄色で下から、あ、ダメだ、危ない、戻ってくる。すくい上げてピンクが頑張る、黄色が頑張る。今黄色で支えてますね。でももう空いてるので、あそこは。だから一旦あの2つを入れるよう。じゃあピンクに、今ピンクなんで元に戻ってもらって、まあなんかいけるかな。強引プレイいけるかな。いけないな。あ、でもこの今のこっちにこうしたら戻ってくる。あ、あばばあばばばば。あー、スイッチしてしまった。っていうことは、まず先に落ちてきたこの2個をあそこに入れておくべき。よし、これですくい上げて、よし、ほい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 。入らないよっ。だいけー、反対。あ、いけたいけた。よし、
これでさらにもう一回ピンクをギザギザに。よし、ピンクちゃん待って。すごい、なんかギザギザ効果すごい。もう一丁、ここで黄色の登場。下からすくい上げる。いけた。もう一回、あ、すくい上げる。いけた。あと一個。え、あれはどうやって取るんだろう。この上に登ればいいのかな、普通に。これで台になってもらって、ピンクちゃんいける、これ。せーの、とー、乗れた。ほっ、あー、でもこの形じゃ奪われ、ダメか。そしたらこれで黄色くんにこうして書き出す。ダメか。そしたらやっぱり一回ピンクをギザギザにするのは大変なので、一回金色に元に戻ってもらって、でピンクちゃんを使って こんな感じですかね。よし、これでちゃんにはなるべく背を高くしてもらって、こうですね。せーの、よいしょ。あ、登れなかった。じゃちょっと低くなってもらって、登って書き出す。あ、ちょっと長すぎたか。ちょっともうちょっと切ってもらおう。これでいけるかな。ここもうちょっと切りたい。こうだ。どうだろう。これでスイッチ。よし、入る。お、いけ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 。お、しかもしかもそのままピンクちゃんにスイッチして、よいしょ。あ、いい感じ。よし、このままピンクちゃんにすご技を発揮していただいて、すごい、ギザギザすごい。ピンクちゃん一人でいけた。すごい、時間かかった。はい、進みます。もう一個いきます。鍵開けるよ、よいしょ。いやー、さっきの時間かかったけど多分大幅カットどうですかね。あ、なんか鍵開け、これ前にも見たような気がする。鍵を入れればいいんですよね。よいしょ。この鍵を取りたいけど取れない。なんだろう、お、これかな。あ、お、あ、やっぱり、あ、そういう感じ。いなくなっちゃった。そしたらまず鍵を取れるようにするために、まずピンクをカットしたい。カットして、でこの細いので、よいしょ、これでよっ。そして押す。あ、あかんかった、入らなかった。
クにジャンプ。あ、ピンクがジャンプしたかったんだけどな。ピンクがジャンプ、ピンクがジャンプ。あー、おー、いや、むしろこのまま2人で頑張って持っていこう。いけるかな。縦に取るのは難しそうなので、このまま横にしたまま運びたいと思います。あ、もう進めない、こっから。そしたら反対、危ない。黄色にしゃがんでもらって、ピンクをちょっと、よいしょ、でよいしょ、ほほ、あ、危ない、よしよし、が回れば、よしよし、落ちていく落ちていく、しゃがむ、あ、いけましたね、いけました、1個目いけた。でこれを上に反対向けたいから、このままこうして黄色に取ってもらう。いけた、いけました。意外と良かったかもしれないです。もっと時間かかるかと思いました。まあまあまあ、でもまあまあ時間かかってるんですけど、よかったです。